はい、どうもこんにちは、もかげです。ということで今日月曜日なので、先週あったカメラニュースをまとめてご紹介していこうと思います。で、先々週ね、結構いろんなカメラが発表されたっていうこともあって、まあ、先週はね、結構まあカメラニュースとしては、まあ、噂が多かったっていう風な感じなんですけれども、まず最初はパナソニック関連の噂として、まあ、フォトルーマーズに掲載されていたものなんですけれども、パナソニックがルミックス S5 Mark II を2023年の2月に発表するのではないかという風な記事が掲載されていました。これね、まあ、2月発表っていうことは、日本のね、横浜で開催される、まあ、CP プラスでおそらくまあ発表するということなんだと思うんですね。で、まあ、確かにね、CP プラスといえばね、パナソニックの新しいカメラっていうのは結構こう、付き物みたいな感じなんで、まあ、GH6 がもう出たようなタイミングでは、S5 の後継機っていうのが、まあ、一番、可能性としては高いのではないかというふうな感じなんですけれども。で、あとね、これに関連して、もう一つ噂として、パナソニックはね、このルミックスの S5 Mark II に関して、おそらくこう、複数のね、2機種の体制になるだろうということで、ここ S5 はもちろんなんですけれども、現状のこう、S1 のね、ラインナップっていうのも、まあ、引き継ぐんじゃないかっていうふうな噂が出ていて、従来通りの S5 の後継機とは別に、S1 の後継機となるような、さらにねグレードの高いそういったカメラも用意されているのではないかというふうな噂が、掲載されていました。モデルチェンジの順番としてはね、S1 の方が S5 よりも S1 の方が1年早く登場しているっていうこともあって、 S1 の後継機っていうのが、まあ、次来るのが順当かとは思われたんですけれども、この噂の通りであればね、 S5 っていうのがその S1 のラインっていうのも吸収して、で後に出るだろう S1 の後継機っていうのが、まあ、事実上のフラッグシップになるような、そういったねこうラインナップになるんじゃないかっていうふうな噂も掲載されていたので、いずれにせよね S5 Mark II っていうのは来年の頭ぐらいにはね、いろいろと情報が出てきそうかなと。で、やっぱり気になるのはね、この S5 の後継機にオートフォーカスがねどうなるのかっていうことで、まあ、従来通りのコントラストなのか、増面位相差 AF っていうのが、まあ、搭載されるのかどうかっていうのが、まあ、一番の注目ポイントかなというふうに思います。で、次にソニー関連のこちらも噂なんですけれども、ソニーアルファルーマーズによると、まあ、2022年に出るんじゃないかというふうに言われていたソニーのアルファ93なんですけれども、これは2023年の初頭になるだろうと。で、このアルファ93に関してはもうじき開催される FIFA の、ね、ワールドカップなんかで使われるだろうというふうな話なんで、となると2023年の頭ぐらいにね、このアルファ93も発表されるのではないかというふうなところですね。で、同様の噂っていうのはキャノン関連でも出ていて、キャノンルーマーズによると、まあ、キャノンの期待されているフラッグシップね、 EOS R1、 これね最近ね、まあ、2023年頃に発表されるだろうっていうふうな噂も出ていたんですけれども、ただキャノンルーマーズに掲載されていた噂によると、このキャノンの EOS R1 に関しては2024年の夏季オリンピックに合わせて登場するのではないかというふうな噂が掲載されていました。まあ、だとするとね、1年ぐらい伸びちゃうっていうふうなことになるんですけれども、まあ、2024年ね、フランスのパリで開催されるオリンピックで一部のカメラマンに提供されるのではないかと。ということでね、この噂が本当だとすると、キャノンのフラッグシップ EOS R1 っていうのは2023年、来年ではなくて、再来年の2024年になりそうだと。いうことですね。ただまあこの辺に関してはね、まだまだ先の話なんで、まあ噂としては話半分で聞いておくのがいいかなというふうに思います。次はパナソニック、ソニー、キャノンとくればニコンということで、ニコンがですね、海外でなんですけれども、 ZFC スペシャルエディションブラックと 40mmF2 スペシャルエディションを正式に発表しました。これで日本の国内ではまだ未発表ということなんですけれども、これも完全にこうブラックボディっていうことで、ただでさえこうレトロな雰囲気だったこう ZFC っていうのが、さらにこうニコンらしくなるというか、これなんかこう実際にこう ZFC 触ってみると、結構ねこうシルバーの部分とかがちょっとね安っぽいなっていう風な印象を持ったんですけれども、それもねこうブラックにするとね、結構ね、なんだろう、まあ高級感ではないんだけれども、昔ながらのこうニコンのマニュアルカメラっぽくなって、これ海外のねニコンのオンラインストアでは約$1,200で販売されるということなんで、これ結構ニコンファンにとってはこう物欲をくすぐるような、そういうカメラになっているんじゃないのかなというふうに思います。で、最後のカメラニュースなんですけれども、これね、新しいカメラでリコーがペンタックス KF を正式に発表しました。このペンタックス KF っていうのは K70 のマイナーチェンジモデルで、まあ、APS-C の一眼レフということなんですね。もう最近はもう全部が全部ミラーレスになってますけれども、このペンタックスだけが一眼レフタイプのカメラっていうのを出しているというふうな感じで、まあ、実際 K70 とそこまで大きく変わっているわけではなくて、例えばこうディスプレイがね高解像になったりだとか、あとまあ重量もね若干軽くなっているっていうふうな感じで、それ以外はまあほとんど変わっていないっていうふうな感じで、しかもね
カメラ本体の USB っていうのもマイクロ USB ということなんですね。これね、OMDS の OM5 でも思ったんですけれども、今のカメラにさすがにね、マイクロ USB っていうのはちょっと勘弁してほしいなと。で、このペンタックス KF に関しては、2022年の11月25日の発売で、店頭価格がだいたいボディのみで10万円ぐらいと、18から55ミリのピットレンズ込みで12万5000円ぐらいということなんで、はい、まあ、なのでね、このね、マイクロ USB が許せるかどうかっていうので、結構この辺ね、変わってくるとは思うんですけれども、まあ、ただね、ペンタックスに関して言うと、まあ、ほとんど唯一ね、一眼レフを作っているところということもあって、まあ、この辺ね、Going My Way でいいのかなというふうな気がします。はい、というわけで、まあ、こんな感じで毎週月曜日は1週間分のカメラニュースをまとめてご紹介しておりますので、もし気に入っていただけましたら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺でおもかげでした。